様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、ユダヤで語り継がれるある日本人について取り上げていきます。ためになったと思った人は、チャンネル登録していただけると幸せです。樋口欽一郎。日本の陸軍軍人であり、彼は、敵、味方からも称賛されるような人格者の一人でありました。今回は、樋口欽一郎少将の胸に熱いものが込み上げてくる素晴らしいお話を紹介いたします。1938年3月8日、特務機関長としてハルピンに勤務していた樋口少将のもとに、ある知らせが舞い込みます。ナチスから逃げてきた約2万人のユダヤ人たちが、吹雪の中、ソ連領オトポールで動けなくなっているというのです。オトポールは満州国に隣接しており、ユダヤ人たちはシベリア鉄道に乗車し、満州国へ逃れようとしたのですが、入国を拒まれて身動きが取れなくなっていました。食べるものもなく、寒さと飢えにより、凍え死ぬ人が続出していました。もともと、ユダヤ難民たちは、ドイツ・フランクフルトに住んでいましたが、ポーランドへ移り、そこからソ連領へと追いやられてきた経緯があります。ユダヤ人たちは、極寒のシベリアで、不毛な開拓を強いられ、満州から上海へ逃げようとして、オトポールへやってきたのでした。この知らせを受け、ユダヤ人協会会長のカウフマン博士は、なんとかならないか、と、樋口少将のところへ嘆願しに来ます。しかし、樋口少将が自己判断で難民を受け入れることはできませんでした。まず、外務省の満州国外務部に動いてもらう必要がありましたが、彼らに動きはなく、下手に難民を受け入れて、ヒトラーから文句を言われたら、本国の関東軍に睨まれてしまうからです。樋口少将は、腹立たしく思いながらも、満州国の自主性について思いを馳せました。満州建国は、理想として世界に掲げた旗印は五族共和であり、万民安居楽業を旗印に掲げ、建国されたはず。その理想や独立性が失われていると感じたのです。そして、樋口少将は、難民の受け入れを決めます。カウフマン博士に、難民のことは、誰に文句を言われようと、私が引き受けますと伝えると、カウフマン博士は感動し、むせび泣いたそうです。樋口少将は、満鉄本社の総裁、松岡と、すぐに難民の乗った列車に関するやり取りを始めました。3月12日、カウフマン博士や十数人のユダヤ人協会の重役たちは、ハルピン駅で、列車の到着を待っていました。到着する難民を迎えるため、体を温める衣類や飲み物などを、救護班とともに準備していたのです。列車が到着すると、やつれて武将髭を生やしたユダヤ人たちが窓を覗いているのが見えました。救護班がまず中へ入り、傷ついた人や凍傷で歩けない人、衰弱した人を担架で運び出していきます。ホームには、助かったと嬉し泣く人々が溢れました。痩せ細った子供たちは牛乳瓶を見ると狂ったように泣きわめいていたそうです。カウフマン博士も泣きながら難民たちへ声をかけて回りました。最終的にオトポールのユダヤ難民全員がハルピンへ保護されましたが、当事者は十数名、処置の必要な患者が二十数名にも上ったそうです。元気な人は、学校や商工クラブで炊き出しなどを受けました。もし、列車への対応が、あと1日でも遅れていれば、死傷者はもっと増えていたでしょう。その後、大半の難民たちは、上海経由でアメリカへ移りましたが、4000名ほどが、ハルピン奥地へ開拓農民として移住しました。樋口少将は、ハルピンへ向かった人のために、土地や住まいを手配し、最後まで面倒を見たそうです。樋口少将がユダヤ人たちを保護した件は、ドイツの耳に入り、ドイツのリッペントロップ外相から駐日大使へ、
強い抗議文が送られてきました。その内容は次のようなものです。満州国に、ある帰国のある重要任務にあたる某ゼネラルは、我がドイツの国策を批判するのみか、ドイツ国家及びヒトラー総統の計画と理想を妨害する行為に及んだのである。かかる要人の行為は、明報の誓いも新たな、日独共同の目的を侵害するばかりか、今後の友好関係に影響を及ぼすこと甚大である。この要人について、速やかに、帰国における善処を希望している。関東軍司令部へ出頭した樋口少将は、当時参謀長だった東条英機へ、次のように告げました。オトポールにおいて、追放したユダヤ民族を身体領難に陥れることがドイツの国策だというのなら、それは人道に著しく反しています。さらに、日満両報国がドイツの国策に加担すれば、同じように驚くべき警部であり、人民の道に背くものであると言わねばならないでしょう。私は、日本とドイツに良好な関係であってほしい。けれど、日本はドイツの属国ではないし、満州国も日本の属国ではないと信じている。ヒトラー総統の肩を持ち弱者を虐げることが正しいと思われますか？東条英機は一瞬言葉に詰まり、天を仰いでからこう言ったそうです。樋口少将の話はもっともだ。筋が通っているので、私から上に話そう。この話は、不問に付すように伝えておこう。東条英機と面会してから、樋口は参謀本部第二部長へ栄転しました。ドイツから処罰を求められたわずか5ヶ月後に、全く正反対の人事を決めたことは、人種平等を国是とする我が国は、ヒトラーのお先棒は担がないと、強く示したことになったでしょう。樋口が出発する日、駅には見送りの人が2000人近くも集まったそうです。中にはハルピンへ移住する際、樋口が住まいなどを手配したユダヤ難民の姿もありました。彼らは馬車を使って数十キロも遠く離れた開拓地から見送りにやってきたのです。駅に立った樋口を見て、日の丸や満州国旗が振られ、一斉に万歳の声が湧き起こりました。ゼネラル、樋口、と、口々に連呼します。孫と一緒に見送りに来ていたユダヤ人老婆は、ひざまずき、手を合わせて泣いていたと言います。待合室には、カウフマン博士と、白系ロシア人代表、ロザノフが来ていました。白系ロシア人とユダヤ人は、長らく対立していたのですが、樋口の助力で和解していました。ロザノフは、カウフマン博士の頬に接吻すると、樋口のお言葉通り、これからも仲良くやっていきますと告げたのです。こうして、樋口は、アジア号に乗り、群衆に見送られて出発しました。戦争が終わると、樋口は、ソ連極東軍から戦犯として弾劾され、引き渡すように言われてしまいます。ソ連軍は、当時北方を守っていた樋口に大損害を与えられたことを恨んでいたのです。これを聞きつけた世界ユダヤ教会は、オトポールでの恩を返そうと動き出します。アメリカの国防総省へ連絡し、マッカーサー総司令部に樋口を守るようにと言わせたのです。ドイツからずっと迫害されてきたユダヤの人々は、助けてもらった恩を忘れないのでしょう。ユダヤに貢献した人を称えるゴールデンブックにも、樋口の名前は刻まれているのだそうです。とても素晴らしいお話ですね。ユダヤのゴールデンブックには、日本人6名の名前が刻まれています。その6名は、安江則弘陸軍大佐、樋口欽一郎陸軍中将、骨髄節造博士、内田光斎外務大臣、出島郁郎、古崎博士です。あまり日本では知られていませんが、ユダヤ人から感謝されている、決して忘れてはいけない人たちでしょうね。いかがだったでしょうか？よければ、
コメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。